皆さんこんにちは、 YAB アナウンサーの田中徹です。新番組アナがちょっとブラブラしてみました。今回は美祢市の養蚕場、釣り堀にやってきています。前回はせっかく釣った魚を逃がしてしまいました。今回こそは魚を釣りたいと思います。行きます。さあ、ほしゃ、来たよ来たよ。あーくそーくそー、また逃げられた。ほっ、でかいの来い、でかいの来い、でかいの来い。いたいたいた、来たよ。これいけたでしょ、これは来たよ。大きいんじゃないですか。よっよっよっ、やりましたやりました。いや綺麗ですね、魚体がいいですね。これ釣りをしてる人がいますね。ちょっとお話聞いてみましょうか。こんにちは。こんにちは。たくさん釣れましたね、はい、ちょっと見せてもらっていい？はい。うわ、こんなに。何匹釣れたの？4匹です。おっきいね。これどうやって食べるんですか？塩焼きで食べます。釣れました？釣れました。2匹釣れた。あ、今からまた釣るんですか？はい。3匹目。あ、3匹目ちょっと狙ってみてもらっていいですか？お、もう食ってる、もう食ってる。お、お、お、釣れた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 。はい、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 はい。顔より大きいじゃないですか。でかいな。これ、どうやって食べるんですか？なんかあそこに食べるとこがあるっぽいんで、調理して。あ、あそこに食べるところがある。釣った魚を調理して食べれるところがあるっぽいんで、今からちょっと食べ行こうかな、みたいな。これ大きい、大きい、大きい、多分。たくさん釣れました。これを近くの食堂で美味しくいただきたいと思います。また来週。